り、そしてお写真が撮れちゃいます。そう、今日はゲームに参加してくれると素敵なプレゼントがもらえるかもしれないので、今ご飯食べているお友達もよかったらこちらの特別会場に集まってください。頼み、あと、くりちゃん、今日ね、くりちゃんの場所に聞こえてるから、ここが、ここがさっき開催中だったんです。皆さん、今、ステージの正面にありますこの的、的に向かって申し入れ打ち体験ができます。ステージが終わってからですね、また、ちびっこのみんなにはこの申し入れ打ち体験参加してもらいますので、ぜひステージの後も楽しんでてください。とても簡単にできる申し入れ打ち体験です。参加してくれたお友達のよし、じゃあピザ投げてみよう。せーの、それ知らないよね、それ投げてもいいやつかな、いいやつかな、違うね、手裏剣じゃないね、そうくーちゃん、それどうしようかな、そう置いといて、やっぱり忍者の代表としてはね、クリちゃんが手裏剣やってこないと、すいません、口で遊んでてごめんなさい。はい、じゃあクリちゃん手裏剣に挑戦です。どっちに投げるかもちろん分かってるよね。そうみんなの方へ向かってそれーって、そんなクリは肩焼きあげません。はい、そう、ステージの後ろにある、はい、大きな的に向かってそれ。あ、お客さんのリアクションが困るじゃない。はい、忍者の修行中なんでしょ。もう一回行こう、頑張って、せーの、3回チャンスあるんだよね。そう、お友達のみんなには3回挑戦してもらえるので、グリちゃんも最後決まるかないな、ピン、グリちゃん頑張って、せーの、ストレークス、やったー、グリちゃんクリアーって、いいのかな、なんでやねんだよね、ラピーね、投げてないよね、ラピーストップで後ろを止めとるよ。さあ、今みたいにグリちゃんみたいに上手に的当てができると、はい、肩焼きせんべいがプレゼントになりますので、お友達のみんな、よかったらステージ終わってからまたステージ残っててくださいね。こちら本日先着200名様限定のイベントですので、お見逃しなく。さあ、それではまもなく本日1回目のステージ始めていきたいと思うので、はい、今日のホット役のカウビーと、そして三重県代表ティラグリオ君と、そして愛知県代表のミナピーがもうすぐ来てくれますからね。会場の皆様もよかったらステージ正面のブルーシートの上で座ってくださいね。会場周辺たくさんの方立ち止まられますと、お買い物される方の通路が塞がってしまうので、よかったら会場の中に入って最後まで楽しんでいってください。さあ、カービー、今日はどんなお友達連れてきてくれたのかな。すごくね、お姉さんね、なんか大丈夫かなと思って。違うよ、クリちゃん、それはさっきお約束したやつでしょ。そのカービーの気になるところ、それは触っちゃダメってお約束してきたでしょ。それ触るところじゃないからね、はい、しっかり仲良くしてくださいね。触っちゃいけないから。あ、ヨピ、お、準備できた。今日もっちり似合ってるね。さあ、じゃあ間もなくステージ始めていきますので、はい、今会場に着いた皆さんもぜひこちらステージの前で楽しんでいってください。さあ、それではみんな揃ったところで改めてご挨拶してみましょうかね。はい、会場の皆さん、こんにちは。元気なご挨拶ありがとうございます。そして本日もアピタ松坂三雲店ご来店いただきまして誠にありがとうございます。さあ、明日から12月ということで、ね、12月といえばみんな大好きクリスマス、クリスマスが近づいてきて、皆さんの心もドキドキワクワクときめいているんじゃないでしょうか。今日はですね、皆さんにもっともっとドキドキワクワク、そしてときめいてもらう